明星寺は、東京都台東区谷中にある日蓮宗の寺院。三号は、旧京山。東山は寛永七年大村単語神に、より創建せられ日こと言武徳院規制をもって、根粒子、改祖費、対象人を受け次第広史寺と合成りその後漢文2年、京都立、本寺二十世微信承認右寺大方敗滅戦と、下るを復興し改めて旧京山明星寺となす。 旧京山明城寺演技より、日清商人供養党、官営七年創建、官営十三年戦闘員費、大聖人解散、漢文二年代五世領主院美新聖人、中高本末制度解体までは、京都立本寺の末寺であり、江戸における触れ頭寺院であった。明城寺の寺号は、明宝蓮華経大場だった品、第十二の女王、上。 あり、妙法古、心身無駄ゆけからつけられた。現本堂は明治40年建立。当山五世医療従院美信商人は、説法すること一万余座、授与した、ダラ十万余り幅と言われ、近世初期日蓮宗の代表的な説法者であり、京都を中心に六十余州を布教され、説法人中最位第一の人、古な比心と称えられた。その中の大村布教では、 キリスト教により根絶された仏教の再興と残っているキリシタンの改修により大村藩を存続させるため藩内の教家に励む。大村丹後市夫妻と五道、樹徳院はじめ、明家老、大村彦衛門などの重臣たちも非真商人に帰還した。また、出生にまつわる幽霊、子育て飴伝説が有名である。夜な夜な一文銭をもって飴を買いに来る女性がいた。 七嫁の一分線は、しきみの葉とかし、不審に思った飴屋が、女性の後を追うと、墓地の前で、忽然と姿を消した。ある墓から、赤ん坊の泣き声が聞こえたので、お寺の住職と一緒に墓を掘り返してみたことろ、壺の中には、母親の泣き殻に抱かれ、飴を加えた赤子がいた。母親は赤子を見ごもったまま亡くなり、幽霊となって六分線で飴を買いに来ていたのである。 助けられた赤子が、後の霊衆院美信商人である。そこから、坪必神様と呼ばれ全国の布教と共に、その伝説が広まった。日清商人神筆の曼荼羅御本尊は、安山死後のご利益があり、南山の時この五本尊に安山を祈願すれば、霊源たかであると言い伝えられる。本堂の変額、子育て殿は必神商人の伝説から由来しており、 小笠原朝鮮海軍中将の記号である。本堂の見学池上、菅王寺公園。京都の由緒寺院宮速山立本寺。周辺は、谷中菅王寺の旧境台で、日蓮習寺院が並ぶ。東京メトロ千代田線根津駅から徒歩5分。ありがとうございます。